元楽天の安楽さん、メキシカンリーグ入り。後輩選手へのパワーハラスメント、パワハラ、行為で楽天から自由契約となった安楽智弘投手、27、がメキシカンリーグ入りを目指していることが21日、分かった。実力はあるからな、とにかく良かった、メキシコで大暴れしてきてくれ。田中さん、こいつやばくないっすか？一回くさび打たないとね。球団脱線してやったんやな。アフターケアを怠ると何告発されるか分かったもんやないし。メキシカンギャングなら本来の素質が開花しそう。メキシカンリーグでも活躍すれば日本円で数千万の年俸もらえるからな。ただ日本でのイメージより厳しくて使えんとすぐ首やで、安楽レベルの変化球やと難しいんちゃうか。目指してるだけやんけ、嘘こくなハゲ。反省してなくて草おとなしくスマホ売ってりゃええのに。向こうにもクビになった理由は伝わってんのかな。問題児で NPB 流れてきたオスナやバワーみたいな感じやろか。メキシコ斡旋したのが楽天なら、くさび済んだら楽天復帰の可能性もあるんかな。メキシコなら大暴れしても大丈夫な風潮。訳ありの音坂もおるし、そこを不良受け入れリーグ。安楽レベルでも活躍するのがメキシカンやろ。音坂みたいなやつが打てるんだから、メキシコでも弱いやつ見つけてチンポソックスできたら許すわ。ご視聴ありがとうございました。